吹奏楽のためのワルツをお送りしました。皆さんこんばんは。カリア総合文化センターのひろたと申します。本日は遅い中ですが、ご来場いただきまして誠にありがとうございます。ここで、ブラスプロジェクトについてお知らせします。